JR 北海道は雪や強風の影響で27日、宗谷線を中心に特急列車と普通列車は手26本の運休を決めました。この地、宗谷線は名寄から稚内の間で普通列が始発から終日運休します。また、稚内、旭川、札幌を結ぶ特急列車6本が終日波行、または部分運休します。JR 脇上によっては、今後も運休本数が増え、